はいはい、はい、はい、お待たせしましたね、パクさん。コリアンタン受けたのか。この目の前の飲食店でサンゲータン、そうなんだ、鶏のスープ、美味しかった。鶏ガラスープがいいとネットで見たことがあって、脳にはそれがいいとか、なんかいろいろ。でもコリアンタウン、もう行き慣れてるんでしょ。まあ、あまり、そうです、行かない。自分の家でもう、料理作るので、私は。あ、そっか、そうですね。あら、綺麗だよ今日の写真。全然綺麗。綺麗ですか。全然再発傾向ないよ。あ、そうですか、良かったです、うん。この辺に PDT 当てたの。ここら辺が脳梗塞とかそう言われたんですけど、脳梗塞は部分的にね、あるけど、はい、PDT 当てて部分が綺麗にちゃんと形が残ってる。じゃあそれ全く動いてない、うん、さ、この特にこの東海ってインスラーコーティングス、インスラーですね、はい、ここのところが厚くなると要注意なんだけど、全然綺麗にシワも出てる、こっちのいい方ね、正常な方、ここにシワが1個あるでしょ。そうですね、うん、こっちにもちゃんと見えてる。あれ大きくなってないです、全然なってないよ。本当に1ミリも大きくならなかった。もうあコンクリートのように固まっちゃった。ちょっと待って、ちょっと実比較、去年の10月とか見てみようか。この時よりもむしろいいよね。そう、むしろ消えてないし。あ、ね、そうですね、うん、時間とともに消えてくる。ちょっと薄くなったんですね。ね、あら、消えた、うん、消えてきてる。つまり、なんていうかな、修復してきてると。あ、脳が修復するというか、違う、あの腫瘍があったところが、はい、レーザー当ててるで、はい、炎症細胞と戦ってるんだよ。そうですね、時間とともに炎症細胞がきれいに腫瘍を駆逐してくれるから消えていくんだよ。あ、ね、だいぶいいじゃないですか。しっかりこのシワが見えてれば全然大丈夫よ。あ、よかったです。僕らここを見たいわけよ。ここが手術で取れないから、ここに光を当ててるわけ、レーザーをね、うん、ここが良ければ大丈夫だ。海馬周辺の方は別に扁桃体以外には取ってないんですよ。取ってないですよ。これね、扁桃体、ちょっと待って、海馬。ここ扁桃体取ったと。ね、ここは海馬と、海馬体部。この辺り、こっちの扁桃体。あ、それは。こっちの扁桃体。左の扁桃体はそのままで。これは海馬。ここは海馬。この前、私が、朝起きたら何も喋れなかった時があったと言ったのは、うん、別にそれ左の脳ですかね。もちろん。で、それは部分発作とかなんか転換でもなくて、なんか喋りたい気持ちがあるのに、声帯が、あーという声が出なくて。そうかもしれないけど、左の脳には何もないよ。何もないですか。綺麗じゃないですか。変な色のものないでしょ。むしろ今、むしろ右の方で良かったですね。でも右取っちゃったから、じゃ右はなんか感情的に性格で、いやだけどさ、正当障害に。あ、左だったら取れなかったよ。あ、そうですか。左で同じ部位だったら、うん、やっぱり言語障害になっちゃう。あ、言葉失語になっちゃう。そうですね。そしたらやっぱり取り残して、やっぱり今よりも再発のリスクが高まってたよ。そうですね。右だから早く取った方がいいよって僕は手術を進めたわけじゃないですか。私が今回やって一番良かったのは、韓国ではグレード3では天網ダル処方しないと言われてます。これ術前で天網ダルはグレード4じゃないと韓国では出さない薬と言われて、日本では天網ダルはグレード3でも出すということが、根拠があるからね。全然話が違って、今は大きくもならず、これはいい感じで会った時ですね、うん、この東海に入ってる、ここが取れない、ここが取れないけど光でこんだけ綺麗になる。11箇所になんか当てたとおっしゃってたんですね。なんかそれを覚えてるんですが、側頭葉以外に頭性葉とか、その上の部分、頭頂葉と、そちらも全部やった。もうそう、全部周辺には僕ら当ててるのよ、光を。もうほとんど取れたってことですかね。
残りは何パーセントぐらい残ってるの？この東海のところ、ここ、これだけ残って1割ぐらい残ってるんだけど、そこが光で消えたって。じゃあ 90% 取っちゃったって、すごいですね。いや、取れるよ、僕らだったら。ほとんど 70% ぐらい取れて 30% を残すところでしょ、まあ、それはだから、そういう技術が、ナビゲーションのいろんな技術があれば、ちゃんと9割は取れる。今度例えば脳血管とかは、全く問題ないですね。血管これ血管の損傷も一本も起こしてないから。脳梗塞とか脳卒中とかは別に心配ない。そういうリスクはあんまり感じないね。感じないですね。血管も綺麗だよこれ。やっぱり今後気をつけなきゃいけないのはやっぱり転換発作。そうだね。薬をしっかり飲むことと。今のところは体発作はないということで、うん、救急車に運ばれたことはないんですけど。薬は飲んでた方がいいんじゃないですかってことだよね。でもこれっていつまでもずっと飲まなきゃいけない、まあ、やっぱりその怪しい時は飲んでた方がいいんじゃないですか。ちょっと、うん、ちょっと気分変だなと思う時は飲みましたけど、だけどちゃんとデパケンは指示通り飲まないと意味ないよ。わかりました、うん、ちゃんと飲むようにします。これね、脳血管ですよね、うん、じゃあ今のところ別に激しい運動とかもして大丈夫、まあ、な激しい運動しないでしょ、たくさんの犬で。踊るだけなんですよ。踊るぐらいならいいよ。ダンス踊ったりはするんですけど、サプリメントはちょっと飲むように。そうだね。それはお任せします。これはなんか、ちっちゃい動脈瘤があるのよ。ああ。だけどこれはもうさほど心配ないよ。動脈瘤がある。前交通動脈瘤ってのがある。ね、ここにね。これ印刷して渡しとく。これ 1.5 ミリ関係ないから、大したことだな。5ミリ以上にならなきゃ心配ないから。それはちょっと膨らんだり、あと今後大きくなる可能性も。5ミリ以上になったら初めて治療可能。そうですね、うん、じゃあ一応それほど心配しないで、ね、パクさん3年目で再発する可能性が高いとか、なんかいろいろ。それ今のところ全然ないよ。じゃあ子供の小学校の卒業式は見れるかな。何年生だっけ今？1年生。ちょうど先週入学式したばかりです。ありがとうございます。トモクル、じゃあ今日はこれが発見したってことですね。あ、まあでもこれはね、全然あの気にするほどのものじゃないんだけど、一応言っとくべきかな。ここの辺はすんなり来て検査ができるというのが大学病院とは全く違う。ちょっと今日待たしちゃったけどね。ええ、全然大丈夫です。混んでたよ今日。ええ、でも来て全然よかった。1.5ミリ、2ミリ以下は全くね。ああ、1.5ミリ、本当に心配ない。5ミリ以上になった時に初めて。ああ、5ミリはちょっと治療考える。どんな苦しみ、ね、またね、新しい研究の宿題ですね。ちょっと調べてみます。大したことじゃない。ウィキペディアに調べて。大したことないから。ありがとうございます。はい、自信持ってください。じゃあ、あの湿布と鎮痛剤と。そうそう、出してきますよ。湿布は9袋しか出せない。はい、大丈夫です。ありがとうございます。まあ、なんか入学式できたのが本当に嬉しくて、レビューしてて、うんね、僕は入手術しなかったら死んじゃったら、子供の学校の入学式見れなかったらどうしようと思って、あの先生待ってる間に写真撮ったんですけど、あの先生が生かしてくれた家族です。よかった。この写真が撮れるようにやってくださったのが先生です。僕が救急車で運ばれてここに来たのがあのラッキーでした。そうだね。本当に、まあ、違う病院じゃなくてここでよかったです。ありがとうございます。卒業するまで頑張ってよ、お父さん。ねえ、記念で私は。言うときは。ねえ、先生が生かしてくださった家族です。頑張ってください。ありがとうございます、先生。ありがとうございます。はい、また今涙出すのと。頑張ってね。